イミダゾールは分子式 C3H4N 2分子量68.08の五因間上に窒素原子を1、3位に含む複素間式方向属化合物のアミンの一種である。窒素原子の地下に位置が異なる異性体としてピラゾールがある。グリオキサールとアンモニアから合成されたためグリオキサリンとも呼ばれる。イミダゾールは IUPAC 慣用名であるが系統名は一。 サンジアザマイナスに4サイクロペンテッドインである。イミダゾール間構造を示す場合は1、サンダイアゾール類と呼ばれる。グリオキサールにアンモニアとホルムアルデヒドを反応させて初めて合成された。主樹の合成法が存在するが、現在でも工業的にはアンモニアとホルムアルデヒドから高圧化液層中で合成される。エチレンジアミンを使った方法も知られているが、 反応が二段階になり、コスト的、実用的には有用度が低い。瓶に入った、イミダゾールイミダゾールは水には液溶であり、塩基性はアゾール類では最も強く、ピリジンよりも強い塩基である。エタノールなど、極性の高い有機溶媒にも液溶であるが、ベンゼンにはわずかに溶け、ヘキサンにはほとんど溶けない。繊維金属に対しては一般に良い廃子となる。 イミダゾールは1位のプロトンが引き抜かれても、3位の窒素がプロトン化されても対照的な構造となり、方向属性を崩さないまま電化を分散安定化することができる。このため、酸性、塩基性どちらでも良い脱力となり、有機合成において幅広く応用されている。例えばイミダゾールをアシル化したアシルイミダゾールは、嗅覚反応を受けやすく、いわゆる活性アシルシントンとして、 カルボン酸誘導体合成に利用される。水産機にシリルクロリドを作用させ、シリルエーテルとして保護する場合にも、イミダゾールを塩基腱触媒として、加えるのが、標準的処方となっている。またカルボニルジイミダゾールはカルボニル化剤、アミドの縮合剤として有用である。また、工業的には、異能薬原料、エポキシ樹脂の硬化剤、ウレタンの硬化触媒、 銅の防錆剤などとして利用される。医薬品としては、アゾール系抗真菌剤が、イミダゾール構造を含む、代表的な例として知られている。また、地漢器を有する抗議のイミダゾール類としては、シメチジン、ロサルタン、オザグレルなど多くの医薬が知られている。イミダゾリウム塩は、イミダゾール間を有するカチオンから構成される塩で、特に一三3ジアルキルイミダゾリウム塩、1、2、 三トリアルキルイミダゾリウムジオの多くは、有点が低く四液体となる。また、塩化鉄酸1メチル、三ブチルイミダゾリウムは、安定で磁性を持つ液体となることが知られている。イミダゾールは必須アミノ酸の必ジン残機を、はじめとして広く生体物質一般に見出される。ビタミン B12 のように、中心金属に配位したり、アシル化酵素におけるビオチンや、 ペプチド合成分解酵素など、酵素の活性中心として働くことが知られている。また、ヒスチジンが代謝されたヒスタミンもイミダゾール感を持ち、その生理活性発現にイミダゾール感の存在が重要である。ありがとうございます。